ポケットモンスタースカーレットバイオレットやっていきましょうか。そして現在ですね、致命的なバグが発覚したということで、こちらかなり話題となっております。まずはこちらをご覧くださいと、まあ相当報告が上がってますね。まあ最初はですね、偶然なのかなと思っていたんですが、ただあまりにも報告件数が多いから、おそらくではあるんですが、これはバグとして確定かな。まあ言っても、このレンドバトル自体がもうじき終わってしまうから、まあ修正入ることはないかと思いますね。最強エース版、残り HP 関係なく即死させてくると、バグという名の最強っていうところで、このような報告も上がっていると。で、これだけではなくて多数ですね、上がっておりまして、で、どうやらですね、謎の即死を貝殻の筒で、全回復をして見事勝利というところで、もはやなんかカオスすぎてとんでもないことになっております。で、こういった形でエース版がぐっとビルドアップしただけで即死させられる現象、こっちも遭遇したけど、このバグのせいでワンパンできなければこっちがワンパンされる最悪のゲームバランスが生まれてるなっていうところで、まあ昨日あたりからですね、結構話題になってましたが、まあ割とね、高頻度で起こるらしいから、まあ周回されてる方はね、気をつけてくださいと。まあおそらく1回2回ぐらいは皆さん遭遇してんじゃないかな。どうでしょうか、最強エースマン。ビルドアップやばくね、ビルドアップ。え、これさ、どういうロジックでこういう即死バグって生まれるんかな。ああ、これやばいね。ビルドアップしただけで本当に死んでるよね。俺はまだね、遭遇してないんだけど、ただこれだけ多数ですね、報告が上がってるっていうことはそういうことか。これはやばいね。全体即死即死持ちなのかな。それは最強なわけだ。いや、即死っていうか、なんだろうね、ビルドアップしたタイミングで即死してしまうっていうことか。うん。なのでこちらがワンパンしなければ逆にワンパンされるみたいな、まあそういったゲームになっているみたい。ただ自分はね、もうなんだかんだ言って2桁ぐらいは周回してるんですが、ただ現時点で即死バグにはまだですね、遭遇してませんよ。で、この即死バグに関してはいくつかパターンがあるみたいですね。HP やっても即死。再出撃直後に即死。再出撃したら HP 回復してないし、タイムアウトなのに終わらない。っていうところで、まあ、即死バグ以外にもいくつかバグが発生してるみたい。いや、今回のポケモンやばいね、スカーレット・バイオレット。割とマジで大パリメイク超えてくるぐらい、すごい数のバグが発生しますよ。なんかこういうイベントでもこんなバグって発生するんだね。まあ、本編でもものすごい数のね、バグが発生していて、もはやね、数え切ることができないんだけどさ、HP に関わらず即死するバグか。けどこれだけ報告上がってるっていうことはね、まあ、相当数が多いんでしょうか。これはあとは即死バグっていうところでいくつかパターンがあるからね、これは本当に怖いなエースバーン即死させてくるんだけど、何こっち HP 残ってるんだけど、あーけど自分もなんかさ、あれなんだよな、連射コントローラー使ってるからさ、もしかすると知らない間に即死バグに遭遇してんのかな。ちょっと画面見ずにやってる時があるからさ、めんどくさいから多分連射コントローラー持ってる方あるあるだと思うんですが、途中で固定して、で結構そのレイドバトルで時間かかるからさ、自動で戦ってもらおうみたいな、まあ、そういった方もね結構多いと思うんですよ。まあ最強 S 版で書いてあるけど、そんなにね強くないからな、割とねワンパターン戦法でもボコれてしまうから、まあ味方が優秀っていうのもあるけどさ、ただオンラインの味方がめちゃ優秀っすよね。まあ、やっぱり絶妙なポケモン連れてきてくれて、特にヤドラン連れてきてくれる人が結構多いからさ、あれは本当に助かるなと思いました。はい、まあそんな感じでしょうか。いやけどバグ多いね。あとさ、もう一点気になった点としましては、確かバグの修正アップデートが発売してから約1週間ぐらいでやってきたと思うんですが、ただそれ以来ですね、アップデートが全くやってこないね。で、気づけばかれこれおそらく1ヶ月以上は無料アップデート、まあ厳密にはバグの修正アップデートが来ていない状況ですね。これマジでどうなってんだいや本当になんかバグがずっと放置されていてビビってんだけど、こんなことってあるのみたいな。
なかなか大手のゲームでこういう現象って起こらないからさ、ちょっとびっくりなんですよ。あと例えばそのモンスターハンターとかもそうなんだけどさ、まあ、こういったバグが発生してますよっていう、まあ、そういったアナウンスが結構タイムリーに来るんですけど、このゲームですね、恐ろしいことにどんなバグが発生してるかすらもわからないからね。だからああいった形でユーザーの意見とかユーザーの声とか聞かないと全くわからないっていう。でそれが本当にバグなのかどうかもわからないからね、それが怖いよな。バグなのかそれとも仕様なのかっていう感じでしょうか。で、あとですね、この最強エース版のイベントなんですが、それとは別途ランクマンがね、今シーズン1開催中なんですが、でこちらなんですけど、あと残りわずかで終了となっていて、これ皆さん知ってましたか？これ多分ね、気づいてない方結構いるんじゃないかなと思っていて、実はね、1月5日の8時59分で終了となってるわ。なのでシーズン2に関してはそれ以降となっているわけですが、ただシーズン1なんだけど本当に残りわずかなんですね。なんか誰もさ話題にしないから自分のね忘れていたんですが、ただここのお知らせ見てみるとシーズン1 1月5日までか。ただまあシーズン1に関してはまああまり参加人数って多くないのかな、どうなんだろうか。まあ多分シーズン2から一気に増える感じがするけど、まあ言ってもまださポケモンスカーレットバイオレットってずっと売れ続けてるタイトルなんで、それを考えるとクリスマスとかで購入したぜっていう方も多いからさ、あとポケモン育成にも結構時間がかかってしまうので、まあ、シーズン2の方が人口が多いのかなっていうところですね。ただシーズン1に関しては結構縛りが大きくて、まあ、例えばさ、まあ、リザードももちろん使うことできないんだけど、まあ、純伝説級だったりとかパラドックスも使えないから、多分シーズン2に関しては、まあ、そこら辺が解禁されてようやく自由になるのかなっていうところですね。まあそこが非常に楽しみなところであるっていうのと、あとはあれかな、まだ全国使いのアップデートはないからリザードンとかエースバンドが使うことできないのか、まあ多分シーズン3以降にそこはなってくるのかなと思ってます。まあ少なくともシーズン2でね、今回捕まえたこのエースバンドだったりとか最強リザードンだったりとか、それら使うことができないので、ちょっとそこが難点だなと思いました。まあシーズン2でようやくね、パラドックスが解禁されると思うから、まあそれはそれでいいんですが、まあ早く全国図鑑にアップデートしてほしいなと思いました。まあ剣盾の時は確かね、いつだっけなあれ、ポケフォーム連携って。超記憶曖昧だな、結構前だから、3年前ぐらいか。年明けに、2月じゃねえな、3月 ?2 月いや、2月の後半とかじゃなかったっけ、ちょっと後で調べとくわ。まあ、大体それぐらいだったと思いますので、言ってもポケホーム連携が、あと2ヶ月ちょいか。まあ、下手すると3ヶ月ぐらいでやってくるみたいな感じでしょうか。で、シーズン3もそのタイミングでやってくるし、ようやくそこで自由な身になるって感じでしょうかね。いやーけど結局なんか今の環境ってなんかポケモンがかなりですね偏ってるからどうなんだろうなっていうところはあるんですが、まあそれはそれでいいのか。はい、ということで今日の動画一旦終わりましょうか。で今日の動画ではこの最強エース版のイベントが行われているわけなんですけど、今とんでもないバグが発生していると。でなおかつ複数のバグが発生しておりまして、で今報告上がっている内容としましては、ビルドアップそれをしてから即死バグっていうパターンが一番多いみたい。ただいくつかパターンがございますので、突然ね負けることがあるみたいなんで気をつけてくださいね。いやけどこれなかなかやばいっすね、理不尽っすね。ってことでお疲れ様でした。ただこんなにバグがあると思わなくてさ、正直びっくりしてますね。さすがにこれはびっくりするよな。まあとりあえずそういった感じかね。ただそうですね、今ちょっと横のパソコンでツイッター見てるんですけど、まあ、改善はやっぱり現時点ではされてないみたいだから、まあ公式もね年末年始休暇なんで難しいのかなっていうところです。